よろしくお願いいたします。あ、すごいしっかり前書いてるんですね。今日は和歌山まで東京からやってきました。正直私最初にこの出番があるのかなと思っていたので、まあ、なんかこんな取り任されて、てっきりこう可愛い枠で呼ばれたかと思ったので正直びっくりしました。まあ、なんかそんな感じで今日はお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日お話しさせていただくのは8年目の SNS との付き合い方ということで、 SNS について話していきたいと思います。まあ、なんか私のツイッターとかフォローしてくださっている方って、ちなみにこの中に何人くらいいらっしゃいますかね。手を挙げていただけますか。思ったよりいないんでよかったです。ちょっと私がツイッターだってことバレちゃうんで、まあ、もしよかったら後で見てみてください。私普段結構ツイッターメインに使ってて、フォロワーが今2万3000人くらいですかね。まあ、なんか正直最初始めた時は300人くらいからスタートしたので、まあ、2万3000人って言ったら変なスタジオより大きい人数がこうやって見てるわけですからね。こう横浜アリーナとかで大声でつぶやいてるようなもんで、お腹減ったってこんな大人数に言っていいのかって毎回思ってます。はい、ということで今回まあ SNS の流れを一旦こうざっと確認できたらいいかなと思ったので、最初の最初から話していきたいなと思います。私が最初にこう携帯とか、まあ、なんかなんていうんですかね、こうパソコン以外のデバイスに触れたのが初めてなのか、おそらくガラケー、まあ、この中でも持ってた方って多いと思うんですけど、ちょうど私が中学1年生の頃なので、大体こう8年前くらいですね、今から8年9年前くらいに初めて私はガラケーを手にしました。まあ、その当時はこうデコメールみたいなもの、こう謎に動くフレームだったりとか絵文字みたいなものを使ってた方も多いんじゃないかなと思います。でそこで始まったのが、こうだんだんこう皆さんがガラケー持ち始めることでネットにすぐにつなげるようになって、パソコン以外にもこう SNS みたいなものがだんだん発達してきました。そこで一番最初に出てきたのがモバゲー。モバゲーとかすごい懐かしい響きですよね。私は24時間ずっとやってましたけど、まあ、なんかモバゲーみたいなもので、例えばこうアバターだったりとかゲームだったりとか、あとまあこうサークル活動、いわゆる掲示板みたいなものだったりとか、あとちょうどこうネット小説、まあなんか携帯小説ですね、当時で言うと。そういったものが出始めたのもちょうどモバゲーとかが多いですね。いまだに好きなこう小説家の方とかでモバゲー初で書いてらっしゃる方とかもいます。まあそこで、ここで一番大きなポイントが、ついに未知との遭遇がここで初めて行われたわけですね。私とかまあ、こう学生だった時を思い返してほしいんですけど、基本的にはこう学内の友達だったりとか、まあ、元々小学校の同級生とか幼馴染っていうコミュニティ以外だと、なかなかこういう学生という立場で人と関わる機会ってなかったと思うんですよね。まあ、今でこそこう Facebook とかでいろんな方とつながりますけど、当時で言ったらこうたまたま修学旅行先でマッチングした学校の子と文通をこう手紙ひたすら書いてやるとか、あと雑誌見てこう手紙を封筒にどういう封筒にしようかなとか迷いながら書いたりっていうのも懐かしい方もいるんじゃないかなと思いますが、まあ、なんかそこからついにその開かれた世界、いわゆるその北海道だったりとか、例えば沖縄の方だったりとかの人と普段では絶対会わないような人たちとこう出会う未知との遭遇が SNS が始まることによってできるようになりました。私自身もこう学校だったりとかで結構いじめられてたこともあったんですけど、そういったところから一歩抜けていろいろな人に出会える機会ができたっていうのはすごい良かったなと思います。で、まあ、メール文化みたいなものも結構ありましたよね。今若い子だと分かってもらえないんですけど、件名の後にリリリリリみたいなの出てきたこともすごいありますよね。まあ、皆さんもこう好きな女の子とかにメールするときとかにリがいっぱいつながっていくのが嬉しいみたいな思い出がある方もいるんじゃないかなと思いますが、まあ、メール文化みたいなものもあって、まあ、基本的にこう SNS でのオフ会みたいなものもこの時期に始まったのかなと私は思っています。そしてここからさらに数年が経ちまして、まあ大体 1,2 年くらいですかね、ミクシーってものがやってきます。ここら辺からだんだんこう一般の方にも広がってきたのかなと思うのですが、まあ、ミクシーってものが何が特別だったかっていうと、基本的、まあ、ちなみにミクシーやってた方ってどれくらいいますか。あ、でも思ったより少ないですね、半分くらいですかね。まあ、ミクシー始めた時のことを思い出してほしいんですけど、今じゃありえないですけど、基本的にあれって招待制だったんですよね。最初のうちってこう友達から招待メールもらった子じゃないとそれにこうエントリーできないというか、自分でアカウント作れなかったんですよ。なので基本的にはこう友達づてに紹介してもらって入るっていう、まあ、いわゆるそのリアルとこうオフラインが混じった感じ、まあ、リアルとこうリアルとオンラインですね、リアルとオンラインが混じった感じ、まあ、なのでこう結構生活の延長上みたいな感じが強かったのかなと思います。まあ、なんかそういったことがあったので、私とかが一番失敗したなと思ったのが、
こうめちゃくちゃ好きなバンドのことディスられて、友達に学校でですよ、ディスられてすんごい腹が立って、その後日記書いたんですよ、ミクシーの日記に。そしたらその5分前によく考えたら、その友達のことを友達申請受けてたんですよ。まあ翌日喧嘩になって、その後こうなかなか仲直りできなかったですけどね、そういった失敗も結構あるんじゃないかなと思います。まあなのでこの当時で言えば、でも言ってもこう知り合い捨てのコミュニティというか閉じられたマスという感じで SNS としてもちょっと特殊だったんじゃないかなと思います。でまあその中ではこう同じクラスターのいわゆるこう服が好きな人とか音楽が好きな人っていうコミュニティも結構発達してきました。でまあここでネットでの売買みたいなものもだんだん増えてきたかなと思います。でだんだんこうアメーバとか、まあ、アメブロみたいなものがあって、ネット犯罪みたいなものもやはりユーザーが増えてくるとだんだんと出てきました。で私が大体高校生に入った頃なので、今から5年前とかですかね、その子のくらいからこうだんだんスマホを持つ方も増えてきました。私とかはちょっとスマホ持つのが遅かったので、ツイッターとかをわざわざこうガラケーの小さい画面でやってたりもしたんですけど、だんだんスマホが一般化することによってツイッターへのこう流入もどんどん増えてきました。いまだにこうツイッターやってる方って結構この中でもいっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあかなりこれになるといわゆる一般層というか、今までネットとかちょっと怖かったけどやってみようみたいな方もすごい多いと思います。でそこになるとこうどんどん大衆の人が参加してくると、いわゆるこうテレビみたいな状態、まあ、テレビとかってこう有名人の人1人2人とか3人とか、まあ、いっぱいいるじゃないですか。そういった方がこう商品をまあ、紹介したらそれがバカ売れするみたいな、いわゆるインフルエンサーってものもここら辺ですごい増えてきたかなと思います。なのでまあこうだんだん使用者がこう今までの流れ見てきて分かると思うんですけど、だん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 使用者がこう増えてきて、だんだんこう皆さんが聞いてても知ってる名前が増えてきたんじゃないかなと思います。そういった感じでこう使用人数が増えるごとに、だん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 リアルへの拡張となってきていますね。まあ、そしてさらにこう追い打ちをかけたのが Facebook が一般化したことですね。正直私もびっくりしてるんですけど、私のお父さんとかすごいこう SNS 弱いんですよ。でも検索かけたらなぜか父親がやっていて、しかもなぜか父親の名前名字の方を間違ったまま登録しているのがすごい謎なんですよね。いつ突っ込もうか迷ってるんですけど、まあとりあえずそのまま放置してあります。しかもアイコンが猫の写真っていう、まあなんかその中でこうおじいちゃんで Facebook やってる方とかもいると思うんですけど、まあ、そのくらいこう一般化しています。でさらにこう LINE って実はこう東北の大震災の際にできたものなので結構最近のものなんですよね。まあ今考えるとこう5年くらいずっと使ってた気がするとか思うんですけど、案外こう3年とか4年とかそういったものだと思います。でそこからですね、こう Twitter、Facebook、LINE って出てきたところで、かなりこの時点で出会いが様々になってきたかなと思います。正直そのモバゲーとかミクシーとかの時代って、そこで人と会うことってすごいタブー視されてたと思うんですよ。こう親から見たらそんな危ない、よく知らない人と会っちゃいけないよとか、本当にそれでまあ実際犯罪もちょっとずつあったとはいえ、まあその時よりも今の方が割とこう人と会うこととか、まあ今回のその主催の方とかも実は私ネットで会ったのが最初きっかけだったりするんですよ。まあそんくらいこう出会いの形っていろいろ浸透してきたのかなと思います。まあ、実はですね、こうすごい個人的な話になっちゃうんですけど、私の彼氏だったりとか私の友人だったりとかうちのスタッフって基本的にツイッターで出会った人が多いんですよね。あんまこれ言いたくないんですけど、私元彼も今の彼氏も出会いは何ですかって聞かれるとツイッターですって答えてます。なのでこう将来こう結婚式とかやるときとかに2人の馴れ初めはツイッターですって出るのがすんごい嫌で、いまだにこうどうにかこう隠せないかなって考えてるんですけど、本当にまあそれくらいこう出会えてまあフラットになってきてるのかなと思います。それこそうちのデザイナーさんとかも、まあ、たまたまリツイートでこう流れてきた服がすんごい可愛いもので、それが文化祭で展示されてるって聞いて、もう今から会いに行くんで1時間後にそこで待っててくださいって、まあ男の人がやったらナンパですけど、私がそういうことをやって、で実際スカウトして、それで今うちの会社に入ってもらってます。今年中に社員登用する予定。それくらいの人がこうツイッターでの出会いで私は出会えたんですよね。まあそれくらいこう出会いがある一方でも、やはりそのリテラシー、ネットリテラシーが低い人まで参加できるようになった
ていうのもやはり弊害がありまして、まあ、言ってみればそのネットとか向こうにこう画面越しに人がいるとも知らずにこう意味わかんないことを言ってくる人とかもやはり正直増えてきたかなとは思います。では結局ネットリテラシーって何なのかっていう話を、まあ、最後5分でさせていただきたいなと思うのですが、正直私はネットリテラシーってものはこうネットの先に誰かしら人がいて、まあ、さらにその自分がつぶやいたことだったりとか自分が発信したことってものが永遠に残るっていうことを自覚していることであるのかなと私は思っています。なので例えばですね、こうネットにバンバン彼氏との写真とか彼女との写真とかあげる人とかいるじゃないですか。そういったものをこう別れた後に新しい彼女とか見られたところで、まあ、それは文句言えないわけですよ。こちらは公開していて、それをこう世の中の全員に見せれる権利をこっちは選んでるわけですからね。まあ、なんかそういったものがこうネットリテラシーなのかなと私は思っています。まあ、言ってしまえばその SNS へのイメージがそのまま SNS になるっていうのは正しいかなと思っていて、例えばその SNS でいろいろなものを見せてる人嫌だなっていう人に限って案外その自分もこうガンガン遠くに人がいると感じておらず、そういうことをやる人とかも多いかなと思います。はい、SMS になってますが、まあ、SNS はこう幸も不幸も倍増できるものですね。やっぱりその結構 SNS が発達してきたことによって Twitter だとか Facebook で幸せ報告したらこういいねがいっぱいついたりとかいろいろコメントもらえたりとか幸せなことはいっぱいあると思うんですけど、やはりその一方マイナスなことを言ったらその分返ってきてしまうのも正直なところです。基本的にこう SNS ってものは人が同調してくれて、まあ、それでこう倍増するものだということを自覚してあまりこう否定的なことを書かないだったりとか、そういったことをこう自分の中でルール付けしていくことでうまく使えるのかなと。まあ、なので私は基本的に SNS でマイナスなことは絶対書かないだったりとか、こう匿名の地味を上げないとか、そういったものはすごい心がけています。やはりその SNS での発言一つ一つが自分の体にこうまとわりついたつくようなものだと考えるのが一番その SNS との付き合い方としていいのかなと私は、まあ、今回お伝えしたかったところはここですね。結構その SNS で私が意識しているところは自分のつぶやきをプリントアウトしてそれを体に貼って歩けるかっていうのをすごい考えていて、結構その貼って歩けないようなことをつぶやいている方って多いじゃないですか。例えばそのこうこうこういうことがあった死にたいとか、なんかこういうことがあってすごい嫌だったとか、お前それ貼って歩けるのとかすごい思うんですけど、まあ、なんかそれくらいこう人に見られてるものだっていう自覚をしていくこと、まあ、それだけこう人いろんな人に、私の場合だったらまあいわゆる2万3000人きっとそれ以上の人がいろいろ私のツイッター見てくださってるんですよね。まあ、なんかそういったことをすごいこう常に意識して、渋谷のこうスクランブル交差点だったりとか、まあ、和歌山だったら和歌山駅前とかでこう自分のつぶやきを持っても大丈夫かっていうのを意識していくといいかなと思います。はい、私は SNS 生まれ SNS 育ち、ちょっと自己紹介が遅れたんですけど、私自身はその SNS を使って起業した今20歳の大学生です。それでもともと自分のこうタイツだったりとか服だったりとかを自分で作ってたんですけど、それがこう SNS 初でいろいろな方に知っていただいて、ちょうど多分今年の秋くらいで自分の売った服が1万着を超えるんですよ。まあ、それくらい多くの人に受け取っていただいてるんですけど、それもこれも基本的には私 SNS 初でやってるんですよね。まあ、なんかそれだけこう大きなビジネスチャンス、言ってみればまあ私の人生のターニングポイントってなったものは SNS だし、やはりその仕事以外に関しても、まあ、今の彼氏だったりとか友達だったりとか、こう悩みをいろいろ相談できる友達だったりとかって、結構その SNS つながりで私は知り合った方がすごい多いです。だからこそすごい SNS に感謝してます。やっぱそのまあいろいろ怖い事件だったりとかがテレビで流れてすごい嫌なイメージを持ってる方も多いとは思うんですけど、私はすごい SNS に感謝してるし、正直 SNS がなかったら今ここに登壇してることもないと思うんですよね。だからこそまあ、ここにいる皆さんにも今後こう SNS で失敗することだったりとか何か損するようなことはしてほしくないなということで今日のお話をさせていただきました。つまるところですね、やはりその SNS は一つのツールであってこう居場所にもなってくれるっていうのは確かなんですけど、ツールであってこう人に見られるもの、さまざまなところに発信されて今後残っていくものっていうのも、まあ、良くも悪くもすごい生かしていけたら楽しいこう SNS ライフが送れるんじゃないかなと私は思います。
ということで、今日のお話ありがとうございました。早川ゴミでした。